今からが始まりなんだってことなんですね。猛烈な放射性物質。あ、そうですか。鼻血が出て止まらなくなった。ベラルーシ、ウクライナでは1ミリを超えると移住の権利が発生するでしょ。ナゴサキ、ヘンリオシマ、ナゼ。また爆発するからどうせ。この原発ってなんかこう借金と似てるなと思ってて、なんかみんなで力を合わせたらできると思う。はい、嘘ついたらハリセンボのマス。娘ととてつもない約束をしてしまいました。人々の風車、ラインスベルク原発の廃炉の流れを説明します。まず最初の5年間は燃料を冷やします。原発よりもラブだよね。